シーン。お買い物ホール。うん。お買い物ホール。第1弾。第1弾。あ、やった私な。イエーイ。あ、あれだ、クロップトップの長袖。うん。シワクちゃん。やばいシワクちゃん。うん。別に綺麗だからいいね。うん。イエーイ。チャーリーのジボンかな。なんでチャックが全部中途半端に入ってる。チャーリーのまたネズミ色のジボン。今着てるのと同じではない。これで S サイズ。大きいんじゃない？でもいいんじゃない？うん。やったー。これは T シャツかな。うん、グラフィック T シャツ。XS これで、うん、？LL ではない。レギンスにちょっと不安を感じてきたってよ。スピリチュアルにしました。イエーイ、うん、いいと思う。あのちっちゃい中に9点も入ってるか疑問だったけど、今だったら入ってそうだね。はい、来た。まだ大大同じじゃない？なんかから似てるよね。うん、ショーツ持ってなかったから、今から大きくなるから大丈夫って、うん、長年探してたジョガースタイル。本当にジョガーかわからないけど、まだでもお尻のゆったり感がいい。タイトスカート、うん、これタイトじゃなくなったら可愛くないと思うけど。あ、タイトだね。あ、ラクダ色。今のとこ全部当たりじゃない、うん、素晴らしいね、うん、はい、あれと違うイメージと。もっとなんかカラフル、ね、黒と白だったけど、なんかこう青いね、うん、間違ったの頼んだかもしれん。いや、こんなもんなんじゃない。ガーン、これが一番楽しみだったのに。触り心地いいよ。触り心地いいね。柔らかいって。あ、あれだ。これは洋服だけじゃなくて、シーンはなんかインテリアとか家具とか。ネックレスがある。小物も売ってた。うん。ぶら下げるやつ。光にさ、太陽の光でさ、キラキラするんでしょ。かわいいんじゃない？やばい。かわいいってよ。朝日レバン。で、最後がこちら。箱が入ってた、うん、すごいね。昔は箱の形をしてるよって。この値段、滑りやすいけど、この値段にしては全然十分っていうレビューだったから、うん、入るもう今自分のがボロいので買い替え。明日全部履きます。こんなってさ、洋服7点と靴、箱ごと、箱もと、宝飾、うん、インテリア、装飾、9点がこんなに全部詰め込む。すごいね。何も壊れてないよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9。しかもめっちゃ安い、うん。ほら、違う。あ、どうあるかな。レギンス絞り止めクロップ。あ、違うよ、多分。だからお尻が大きい綺麗な人が履いたらこんななるんだよ、うん、太るしかない。うん、こんだけ買ってさ、うん、7,341円。あ、9点で7,341円。やばいね。激安、これ401円。一番安いのでもこれだ、388円。一番高いのこれだよ。それでもなんか1656円。やばいね。あ、ダーリーのズボンも。ダーリーのネズミ色が1334円で2番じゃん。黒いのが1204円。自分が買ったら全部1000円超えてる。あんちゃんが買ったのはさ、靴以外全部1000円、何百円か。絶対いいと思う。明日全部着てお見せします。イエーイ。ちょっとシーンいいかもしれん。左がショコラキャラメル、テイクアウト、税込み216円。で、右がショコラノワゼット、うん、テイクアウト216円。外さないやつをまず選んだってよ、うん、あれも食べたい。なんか分からん。うん、綺麗に切ってくれ。どっちか食べる。うーんと、
辛いのから食べようかな。うん。あみちゃんは？こっちにしよう。キャラメルなんとか。私はこっちがいいなと思ってる。うん。キャラメルは美味しそうだからさ。うん。後にとって。インチキじゃ私がマジダメみたいさ。これ食べたらさ。うん、大丈夫大丈夫。これ食べたい。うんうん。ドーナツだね。うん、ドーナツ。あの、ミスドのダブルショコラのなんかキャラメルコーティングみたいな中もなんかクリームな気がする、うん、キャラメルのかクリーム。こっちがグラハム入りヘーゼルナッツクリーム。やばそうな名前だね、うん、ドーナツもここまで進化した。ケーキとドーナツの間、このあれがいいね。コーティングが好き。あのアイスクリームとかによくあるさ、周りが硬いけど中柔らかいって素晴らしいね。2食目半分か、うん、どっちがいい？こっちが味濃いで、うん、うん、味するけど、うん、食べたら分かるんだね。うんうん、ね、違うね、うん、ドーナツの食感も違うよね。なんか一緒だ、一緒からもしかしてと思ったけど全然違うね、うん、こっちのドーナツはさ、ハニーディップだった、オールドファッションのさ、白い砂糖がかかってるドーナツがあるさ、あれ食べてる食感があるわけ。サクサクなんかサクサクするね、うん、ジャーマンケーキみたいにさ、うん、こっちはどっちかったらしっとりコーヒーぐらいなんかこういう味がするね、うん、甘いのが染み渡る、うん、じゃあどっちが欲しいか一緒に言ってよ、うん、指さす、うん、いっせーのーでマジで、うん、これって言うと思った。うん、こっち。うん、食べるじゃん。うん、食べて。クリームのとかも食べた？うん、食べた食べた。うん、なんで？あの甘さが衝撃だった。濃いから？かな。思った薄いタオル生地ではなかったけど、うん、柄は好きだから、うん、いいって似合ってるかわからんけど。うん。いいと思って。これはさ、バギーの T シャツが欲しかったから、ジム用に、うん、これも色が好きだからいいって、うん、ジム用に。これはさ、私の足がまだムチムチじゃないから、うん、生地も薄いから、うん、パジャマ感がちょっと否めないって、うん、そう？インドスパッツ、私服のスパッツ、小学生とかがさ、小学校時にスパッツ履いてる子いなかった？いてる。うん。これもパジャマ製じゃない？布かなと思ったらさ、布ではなかったよ。これだった XS だ。全部 XS だよね。うん。まためちゃめちゃなんで今から。うん。50キロぐらいかもしれない。44。私は7個いましたから。違う違う。6個。あ、1個飾り。うん。誰が一番好き？これ。これ？こっち？スカート。スカート？うん。うん。いいね。じゃあ2番は？2番は、その一つ前に来た上下。黒い T シャツと、うん。追ってたね。うん。回ってみる。ワクチン？中ね。後ろ？一周する、とりあえず。伸縮性はないからさ。ああ、怖いね怖いね怖い、待って。これ以上太ったら多分さ、しゃがんだ時にこっちが裂けると思って。へえ。ワイシャツみたいなさ、うん、生地が薄いワイシャツだからさ、うんうんうん、黒とか、うんうんうん、あんな感じの薄い生地がある。ああ、うん、生地はとっても薄い、春とか夏ぐらい。誰説明が上手、ここに何入れる？生地が余ったからつけたって。お団子じゃない？今言うと思った。一緒にお出かけできる。へえ、新しいファッション、うん、ついていく。いいと思う。長い裾、これは長いね、裾ね。もうちょっとこれはさっきのズボンみたいにさ、裾細いかなと思ったけど、シュッてね、うん、写真で見た限りはもうちょっとシュッて曲げたら？曲げれない。でもこれはあの身長があってさ、いい体格してる人ってさ、
こっちがゆったりだから、この辺で吐くやつのやつが入ってる。身長大きい人だったらそう。あー、わざと上げてから？そうそう。あ、だったらいいんじゃない？うん。これはポケットがついてる。薄い？あのスウェット生地？スウェット生地より薄いかな。うん、さっきの黒いのよりかは厚い、全然厚い。うん。感触もスウェットの生地だけど、スウェットの中では薄手の生地がある。イメージで言うとさ、GU ぐらいの生地。うん、ユニクロではない。うん。分かる人は分かる。ユニクロと GU の生地の、うん、なんか分かる気がするっていう生地の違いよ、うん、触り心地は全然いい、うん、あ、別にだぜ。もうデジナッツだけど、うん